新潟は3月25日以来3ヶ月ぶりのこのホームビッグスワンでの勝利を目指します。1年での J1 復帰への道はまさに茨の道です。この苦しい状況をサポーターとともに乗り越える覚悟です。水戸は序盤のスタートダッシュから一転この夏は苦しんでいます。連勝で一つでも上を目指します。ディフェンダーが4人、ミッドフィルダー6人、フォワード1人、4-1-4-1という布陣を予想しています。前節から引き続き中盤の底に1人、柳がワンボランチを務めます。では続いて水戸の予想フォーメーションです。ディフェンダー4人、ミッドフィルダーが4人、フォワードが2人、4-4-2という布陣を予想します。逆サイド散らして戸島、前を向いた渡辺新太、前向き右足のシュート、相手に当たってコーナーキックです。今のは豊島から渡辺新太が前を向くというシーンでした。今のシーンです。渡辺選手の特徴出ましたね、はい、裏に抜けた1対1カーレス、1対1右足のシュート、決まった。先制点はアルビレックス新潟。前半の19分、川田からのボールを自ら仕留めましたカーレス。落ち着きめましたね、はい、今のシーンです。あ、加藤勝のヘディングの反らしたボールにカーレスでした。左足得意な選手、前を向いた伊藤、右足のシュート、クロスバーの上でした。今のは最後伊藤がフィニッシュに行ったというシーンでした。惜しかったですね、はい、まあ、なかなかね、止めてパス、止めてパスでは難しいと思うので、はい、どこかでやはりワンタッチ、オリーブル入りましたね。黒川、右足のシュート、浦和が止めました。今一本、それこそ今リズムを変えたような、そうですね、横から一本、まあ、ワンタッチではなかったですけどね、はい、まあ、間をしっかり、間のスペースをしっかり見つけて、いいターンからいいシュートでしたね、はい、今陣形が乱れている中で甲府は攻めていきます。間を使ってくる黒川切り返す、もう一度切り返して黒川右シュート、同点ゴール。黒川素晴らしいドリブルですね。後半の3分、立ち上がりで水戸同点。いや、今のは切り返し2回切り返しました、この黒川です。そうですね、まずこの新潟の陣形が整う前にこのボール運ばれましたからね、はい、切り返してみ、この黒川が新潟のディフェンダーを振り切ってゴールに流し込んでいきました。水戸のチャンスはコーナーキックからです。木村はゴール前、バイアノの頭ヘディングシュート、アレックス弾いた、セカンドボール拾った新潟。加藤からターレスの頭、柳、最後はオーブでしょうか。オーブのヘディングシュートは枠には入りませんでした。今のシーンです。選手の高さ、はい、出ましたけどね。水戸の攻撃になります。ジエゴ、低いボール、マイナスのボール、黒川左にシュート、またしても27番の茂木のシュートはアレックス・ムレアラがまさに壁になりました。なんとしてもこのホームビッグスワンで勝って勢いに乗る勝ち点3が惜しい新潟。まもなく10分、残りタイムも10分を切ります。ボールがこぼれて岸本、右足のシュート、アレックスが止めた。スキーパーまだ拾った、黒川、バイヤーの抑える、
中に入れてくる。ここで試合終了のホイッスル、大きな拍手を送ったのは水戸のサポーターからでした。久々の J2 での対戦となった両チーム、シーズン折り返しの今日の一戦は両者勝ち点1を分け合いました。